めてください。時間は7分です。大変長らくお待たせいたしました。本日の第2試合 B ブロック決勝、北海高校対札幌丘珠高校の試合に先立ちまして、両校のスターティングメンバー並びに審判員をお知らせいたします。先攻札幌丘珠高校、三塁側1番セカンド澤田くん、2番ライト佐藤くん、3番ピッチャー佐々木寛太くん、4番キャッチャー新出くん、5番ショート千田くん、6番サード藤田くん、7番レフト山本くん、8番センター中村くん、9番ファースト長谷川くん。対しまして後攻北海高校一塁側、1番センター山田くん、2番サード尾崎くん、3番キャッチャー大津くん、4番ピッチャー木村くん、5番ライト江口くん、6番ショート宮下くん、7番ファースト杉林くん、8番レフト林くん、9番セカンド小原くん。なおこの試合の審判員は球審中島、塁審一塁茶畑、二塁平山、三塁小沢、以上4指でございます。開始まで今しばらくお待ちください。What's the difference?
どこ行ったの？見に来たから。やっぱり見せなきゃと思ってる。俺言ってるけどやらかしいよ。札幌岡玉高校、あと2分です。ちょっと。